アルグルフは中世西欧のローマ皇帝、並びに東フランク王国の国王、バイエルンコ・カールマンとリュースビントとの間の書士。887年にオジノ・叔父のカール三世が廃位された後、アルグルフは東フランクとロタリンギアを継承した。アルグルフが王に選出された後、現在のスロベニアあたりを中心とする地域を指すカランタニアという言葉が用いられるようになった。 カーアルマンはカランタニアに王宮を持っており、アルヌルフは幼少時をここで過ごした。彼をカランタニア人は自らの君主とみなしていた。アルヌルフは交渉せず、ただ戦った。891年9月のルーヴァンの戦いでは、ノルマン人に対象して、彼らの侵入を断念させ、戦いの後ディール側の中州に城を築いた。フルダ年代記によれば、ノルマン人の死体は、 川の流れをせき止めるほどだったという。891年あるいは892年、また894年あるいは895年に、現在のハンガリーで大モラビア王国の軍勢を破った。さらに899年にも大モラビア王国と戦ったが、征服することはできなかった。895年、アルグルフとボヘミア公ボリボイ一世の合意により、 ボヘミアは大モラベア王国から離脱して、アルグルフの進化となった。アルグルフは896年にはイタリアに侵攻し、時のローマ教皇ホルモスによって皇帝に退官された。899年に死去し、着死のルートィヒ四世が王位を継いだ。アルグルフは888年頃に、コンラディン家のヘッセンガウハクベレンガルの娘王だと結婚し、 アルグルフにとって唯一の着手を設けた母不詳の書士、ありがとうございます。